どうも高井です。ネガティブな感情は成功を呼ぶ、この本の中にね、まあ、なんでテレビみんなねこう仕事が帰ってきて、あー疲れたーってなりながらピッて押してじゃあねピッピッて帰るじゃないですか。なんでこれやるのかなって思ってたんですよ。何せ定年する前だいたい男性の平均的なテレビの視聴時間は3時間ほどで3時間って約3時間、まあ、定年超えた後ですね、定年した後にじゃあどれくらい伸びるのかなと思ったら、まあ6時間か7時間、まあ約2倍なんですよ。じゃあなんでかっていうと、まあ、大抵はこう暇になりますよね。定年すると暇で暇で仕方がないって状態なんですよ。人って退屈大嫌いで、退屈な時間を埋めるためにテレビを見るっていう、まあそんな当然じゃんと思うかもしれないけどね、それはとてつもなく不快だからこそピッて見るんですけど、別にテレビに限ったことはないんですよ。これ皆さんもやってることで、なんかスマートフォンってあるじゃないですか、こうさっさっさって見て、今であれば YouTube をスマートフォンで見れるじゃないですか。であったりだとか、あとは無料のアプリ、ゲームアプリこうやって遊ぶみたいな、で中にはアプリケーションを入れすぎてメモリー埋まっちゃったみたいな人もいるかもしれませんけど、それなんでそういう風になっちゃうのかっていうか、この本読めば分かると思うので、一度ねそういうテレビついつい見ちゃうとか、スマートフォンついついいじっちゃう、 SNS でついついいじっちゃう